ヨハン・バプチスト・リッター・フォン・スピックスとは、ドイツ人の博物学者である。バプチストは神聖ローマ帝国のミッテル・フランケン、ヘイヒシュタット・アンデア・イシュに1781年2月9日、11人兄弟の7人目として誕生した。彼の成果は現在、スピックス美術館となっており、この美術館は2004年から一般公開されている。 1810年に彼は、博物学的認識史に関する本を出版した後に、バイエルン科学アカデミーに加盟した。1817年に、ポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国の、現ブラジル地域に、カール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスと共に旅行し、1820年に6500種の植物、2700種の昆虫、85種の哺乳類、 350種の鳥類、150種の両生類、116種の魚類を持ち帰った。これらは現在ミュンヘンにあるミュンヘン動物学収集博物館の所蔵品のもととなっている。そして彼が青混合ンコを発見し、英名のスピックス、エスマカウにその名を残している。また彼の名を取ったものとして、リッターフォンスピックスメダルが存在する。 彼の死後に出版されたものも含む。スピックスは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・バプチスト・フォン・スピックスを示すのに使われる。ありがとうございます。